はい、こんにちは。今回は、デューラーのボールペンを紹介したいと思います。このペンは株式会社イデアインターナショナルの文具ブランドから発売されていました。発売時期は2009年の11月頃らしいですね。すでに廃盤になったらしいですが、まだ Amazon にボールペンだけ販売しているみたいです。デザインはディートリヒ・ルブスさんで、かつては他に万年筆やシャープペンシルがありました。生産国は日本ですが、定価は税抜き3500円とそこそこします。このシリーズの特徴として一番目を引くのがやはり、これですね。はい、知らない方からすれば、本なのか、まあ、モレスキンの、まあ、手帳みたいに、まあ、見えるかもしれませんね。はい、側面にはボールポイントペンと、表面には何かしら、ドイツ語の文章で、まあ、いろいろ書かれていますね。どうせならね、ドイツ語でボールペンという意味の、クーゲルシュライバー、略して、まあ、クリでもいいですけど、まあ、そういう表記にしてほしかったですね。バンドと紐は、青みがかった、深い緑色なので、他のメーカーとは違った、まあ、リネックスやファーバーカステルとは違う他のメーカーでは見られない、渋い色なので、私好みですね。そしてこのバンドを取って、表紙をめくりますと、表紙とは同じ文章が、ここの表紙と同じ文章がここに、書かれておりまして、ディートリッヒ・ルブスさんの、まあ、手書きの文章のコピーがここに、ありますね。はい、一応ね、私の第二外国語はドイツ語を選んだものですけども、まあ、こういうドイツ製品の説明書が読みたかったから、まあ、選んだんですよね。まあ、もう2年前なので、まあ、忘れてしまいましたが、まあ、先ほどね、まあ、辞書を引きながら思い出してました。まあ、ではね、読めるかは分かりませんが、まあ、ちょっとまあ読んでみたいと思います。Das Ergebnis aus intensiver und professioneller Designarbeit ist Idea Internationales neue Durer Schreibwaren Kollektion.Die außergewöhnliche Kombination aus deutscher Ästhetik, Einstandigkeit und japanischer Handlichkeit verleihen Durer eine Sonderstellung im Schreibwarenmarkt. まあ、どんな意味かと言いますと、集中的かつ専門的なデザイン作業の結果、イデアインターナショナルの新しいデューラー筆記具のコレクションが生まれました。ドイツの美学、独立性、そして日本の使いやすさの並外れた組み合わせにより、デューラーは文房具市場で特別な地位を築いています。シュライベンで書くという動詞で、シュライブバーレンで筆記具、まあ、文房具という意味ですね。まあ、この文章もちょっと読もうと思ったんですが、ちょっと汚い字でちょっと読む気がしてたんで、まあ、また別の機会に、まあ、読むことにしますね。はい、まあ、先ほどのね、まあ、読んだ発音はですね、まあ、おかしいことは、まあ、あるかと思いますが、まあ、基本的にまあドイツ語はまあローマ字読みするだけなので、まあ、ある程度ね、まあ、簡単かと思いますね。はい、それで、文法やまあ単語の性別の使い分けは置いとくとして、まあ、体感ですが他の外国語よりもまあ楽だと思うので、まあ、文房具好きならばまあ大学でまあ第二言語外国語は何にしようかと迷ったらね、まあ、ドイツ語をまあ選んでみてはいかがでしょうかね。はい、まあ、それでまあ本題に入りますが、そのページですね、紙がですね、ペンの形にまあくり抜かれていまして、その中にペンがね、入っていますね。まあ、これはですね、まあ、なかなかおしゃれかと思いますね。はい、まあ、しかもまあコンパクトに収まっているので、まあ、手帳としてね、まあ、使うこともできますね。はい、手帳はですね、ペンホルダーが、まあ、このように、まあ、ついていることが多いんですが、まあまあ、あれは不格好ですよね。まあ、書くことを目的としているから、まあ、仕方ないことかと思いますが、まあ、この収納方法は結構ね、斬新だと思いましたね。はい、まあ、このようにね、まあ、ページはちょっとめくっていきますと、まあ、書くことできるので、まあ、余ったページにまあ欲しいものリストを書いたりとか、まあまあ、トレドの万年筆の絵を描いたりしてね、まあ、いろいろできそうですね。はい、まあ、本体はまあこんな感じですね。はい、まあ、先ほども言いましたが、クリップのダークグリーン と、このようなブラックの組み合わせが渋くてかっこいいと思います。デューラーと書かれていますね。キャップはですね、後ろに装着することができます。キャップをつけると、まあ、このような見た目になりますね。はい、そしてボールペンには不要かと思いますが、このようにまあローレット加工が施されていますね。まあ、本当はシャーペンが欲しかったのですが、まあ、シャープペンシルは万年筆に似ておりまして、まあ、キャップ式となってますね。はい、万年筆と並べてみますと、まあ、こんな感じですね。はい、ペン先はニーズル型でまさかと思いましたが、会心はオート製品でした。
まあ、下手にね、海外の無名ブランドにするよりかはマシだと思いましたね。はい。まあ、おそらく水性インクでしょうが、インクが十分にあるものの、まあ、かすれることが多いですね。はい。まあ、さすがに会心は原稿だと思うので、まあ、気が向いたら買おうと思いましたね。はい。そして、まあ、バネがね、先端に仕込んであるので、ある程度クッション性がありますね。はい。ではね、書いてみたいと思います。まあ、海外のデザインに、まあ、日本の技術力を合わせると、結構いいものができると思ったので、まあ、これもなかなかいい出来だと思いましたね。はい。まあ、シャーペンも入手する機会があれば、まあ、買って紹介しようと思いますね。はい。はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さようなら。